こんにちは、賃貸の尾崎の吉田です。本日は、奈良県天理市、指柳町にございますパストラーレ天理のご紹介をさせていただきます。今回見ていただくお部屋は2階のお部屋となりまして、 3LDK タイプのお部屋となっております。見ていただいているのリビングになるんですけどもね、いろいろこう荷物、あると思うんですが、これらすべてオーナーさん、全所有者、全入居者の方の、荷物となります。こちらの荷物なんですけども、こういったこたつやですね、ダイニングテーブル等々を含めまして、すべて使っていただける方には使っていただく、まあ、いらない時には、オーナーさんによって、適用していただくと、いろいろこう打ち合わせをできるような状態での物件となっております。ですので、いろいろ備品がついてるんですけども、それらすべてお部屋に置いてあるものと思ってください。こちらまずリビングの方なんですけども、リビングはこちら分譲マンション 3LDK ということもございまして、非常に広々しております。こういったダイニングテーブルをですね、置いていただいても十分まだスペースがあるぐらいの大きさとなっております。エアコンの方もですね、オーナーさんによってつけてもらっております。非常に大きなエアコンですので、このリビングを全部冷やすのも問題ないと思います。こちらバルコニーですね。バルコニーの方も分譲マンションらしくて、非常に広々しているのも特徴です。こちらは、西向きですねの、お部屋となっております。続きまして、キッチン内部のご紹介をさせていただいてます。こちらの冷蔵庫も同じく、オーナーさんの持ち物となっております。このような食器棚もそうですね。キッチン自体は非常にシンプルなんですけども、システムキッチンで使いやすいです。このようなですね、レンジフードもちろんついております。このようなコンロもついております。設備も収納の方もですね、非常に下にも上にもあってですね、大きな収納ですね、使いやすくなっております。リビングのすぐお隣が和室となります。こちらの和室は6畳のスペースとなっております。閉めていただいてもすごくおしゃれなリビングになってますね。まして、こちらお風呂場ですね。まずはシャンプードレッサーです。はい、反対側のスペース、洗濯機置き場なんですけども、洗濯機がありますね。こちらもオーナーさんの荷物となります。こちらがお風呂場ですね。お風呂は追い炊きもちゃんとできるタイプです。こちらがおトイレですね。おしれた付きです。洋室2間ございます。こちらまず入って右側の洋室ですね。収納、ちょっと奥の深い収納になってますね。子供部屋に最適ですね。もう一部屋、こちらも同じく洋室です。こちらの方が先ほどの部屋と比べると少し収納は狭めになっております。とはいえ十分荷物が入る大きさですね。こちらのパストラーレ、分譲マンションということもございましてね、非常に防音にも優れたマンションとなっております。ご家族の多い方、非常に立地の方もですね、おすすめできる場所になりますので、ぜひ一度お問い合わせいただければなと、そんなふうに思っております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。